こんにちは、キウイコーチです。6ヶ月いただければ人生最高のスイングにしてみます。今ご覧いただいたように、今回はアーリーローテーションの話になるよ。 ただいつもの動画シリーズとは一味違ってまずよくあるスイングのエラーを洗い出しいい例と悪い例のチェックポイントを展開するそれから必要な感覚と改善方法を教えていくよ興味がある方はぜひ最後までご視聴くださいでは早速始めていくよまずアーリーローテーションの悪い例をお見せするよそれに指導しているプロの大河のスイングを使って お手本のパターンもお見せするからねじゃあまずは僕が用意した悪い例から見ていくよまず P5 を見ていくよダウンスイングで左腕が地面と平行になるところね左足の左半分が見えているのがわかるかな これが悪い例の典型なんだ。これは骨盤と腰の回転量は P7 で望ましい量なんだだからポジション2つ分は早まっているじゃあいい例としてタイイガのスイングを見ていこう。同じように左足の半分が見えてるけど右側だよねさっきは左側だったね この形だだと理想的だよ。2つを比較するとその違いは顕著だよね大河は左足の右側が見えているのに対し悪いスイングだと左側が見えてしまっている P5 に関しては以上となるから次は P6 を見ていくよ P6 はダウンスイングでシャフトが地面と平行になるところだ。 じゃあ早速チェックポイントを見ていくよ。この段階ですでに左足が完全に見えてしまっているよね左足の左側がねこれはめちゃくちゃアーリーローテーションなんだフィニッシュでこれなら問題ないんだけどねだからポジション4つ分も早まってるんだこんな形にならないようにしないといけないよ じゃあまたタイガのスイングを見ていくよミスターパーフェクトはどうなっているかというと彼の左足に注目してほしい両ももが平行になっているよね左足はほとんど見えないよね もしこれが 3D カメラだと少し骨盤が開いて見えるけど 2D カメラでこのアングルだとそうは見えないんだなのでそれをいい例のチェックポイントとして覚えてねではまた2つのスイングを比較してみようか腰の違いは顕著だよね下の方はかなりローテーションをしてしまっている。 対してタイガは P6 で,、ね、では最後に P7 を見ていくよちなみに P7 はインパクトの瞬間を指すからね P6 より若干ローテーションをしているよね左足は完全に見えてるし両足の間に隙間が見える。 フォローでこれだけ腰が回転してたとしてもやりすぎだだからこのポジションとなるととんでもなくやりすぎだじゃあまたミスターパーフェクトを見ていくよこれを機にタイガーをぜひフォローしてあげてよね左足の左半分が見えている形になっているこうして二つを比較するともはや 別物だよね。<laughs> タイガーはまだローテーションできる余力があるフォローにかけてまで骨盤と胸郭をね対して僕のはもう最大限ローテーションしているからこっから先はストールするしかないだからシャフトのコントロールを失ってしまう これでチェックポイントのいい例と悪い例は抑えたね。では、ローテーションのタイミングに話を移すよ。めちゃくちゃ大事なところだからね。まず最初のタイミングは、もうみんな理解してるよね。P5、P6、P7 でどうなるべきかってことだよね。これもタイミングとして認識していてね。ただ誤解というか、困惑してしまいがちなのが、 例えば P5 で完璧なタイミングだったとする。だからといってその後の骨盤の動きも自動的に完璧になると約束されたわけではない。実際によく見るんだけど P5 は適切な形になっているのにそれ以降に回転が急に速くなって P6 と P7 で回転し尽くして止まってしまうんだ。この場合どういうことかというと P5 は適切 P6 は不適切そして P7 ではまた適切。 ポジションは2つ適切でも全体の流れは不適切なんだタイミングを間違えてしまってるからねたとえ P5 や P7 が見た感じ大丈夫そうでもスイングのパフォーマンスはそこまで高まらないタイミングを間違えてしまってるからねもちろんそれだけを考えればいいって話でもなくてローテーションのレートも考えていかないといけないよ右肩上がりのグラフで最後は緩やかに加工するようにね アップダウンが激しい上に2回もピークがあるとタイミングが狂ってる証拠だからご注意をチェックポイントとタイミングについて学んだからここからは改善について深掘りしていくよどうやってアーリーローテーションを直すのかをねまずレッスンでも実際にやる手順として。 体のどこが直接的な原因となってるかを考えるここで道をすでに間違えている人が多いんだよね左のつま先の動かし方が直接的な原因だからここを直せばアーリーローテーションも直るってねはいこれ間違いです間接的どころか左のつま先は何の関係もございませんここをどうしようと骨盤に影響を及ぼさないからねこれを見ている人は今から答えを知るからラッキーだね でその直接的な原因というのは骨盤と胸隔なんだどういう理屈かというと例えば胸郭をここまで回すとする。 骨盤がつられて回転し始め回転の限界を迎えるまでに、胸郭が単体で回転できる量は決まっている。なので上半身を先行して回転していくと、どこかのタイミングで下半身も連動して回転し始める。そうじゃないと腰や背中を壊すだけだからね。上半身につられて下半身も回転することを覚えてるね。逆の場合も同じ原理だよ。下半身先行で回転してもどこかで捻転差が限界を迎え。 怪我をししないためめに胸隔がつられて回転し始める。そしてその結果アーリーローテーションが完成するんだなので骨盤と胸郭のどちらも直接的な原因となるんだ多くの人は骨盤先行型のアーリーローテーションでまれに胸郭先行型もいるって感じだよでは直接的な原因となる体の部位が分かったところで どんな感覚を使っていくかに話を移していくよ。まず動作の量を考えていく必要がある。まずトップをポジションゼロとするね。ここから動作を始めていくからね。このポジションゼロからこっちの回転を始める場合は、プラスのパーセンテージで表すとする。 そしてトップからこのように逆向きで回転する場合はマイナスのパーセンテージで表していくよ。あと P4 はポジション0とするからそこも押さえてね。そしてこっちに回転すればプラスで表しこの方向に回転すればマイナスで表すよ。なので量を考える際に選択肢としては限られててプラスのローテーションを少なくするか。 マイナスのローテーションを加えるから大なり小なりは別としてね少なくともプラスの回転を増やすことはないよねなんとなく理屈は理解できたかなあとは感覚をパーセンテージで表すのは超重要だ YouTube ではここまでの公開となりますではここまでの内容を一緒に振り返っていくよこの新シリーズではみんながお悩みのよくある動きを取り上げて 悪い,例といい例例とのチェックポイントを展開しレッスンでも使う改善方法を教えるんだ YouTube では感覚や他の有益な情報は非公開なので見て今すぐにアーリーローテーションを直したいならメンバーシップサイトへの加入をおすすめします他にも330個を超える有益な動画も見れるし毎月20から25個の新作動画も追加しているよ それにメンバーシップのレベル次第で 6M プログラムじゃないレッスンも受けられますよ。詳しくは下のリンクからチェック。ではまた次回の動画でクリア。